どうもこんにちは、旬大アニメンバーのことこです。本日も日経新聞とテレビ愛知が共同で手掛けている LBS さんとのコラボ企画となっております。本日は前回の動画に続いてあのジョイサウンドを運営しているエクシングさんに来ております。前回は営業の1日密着していたんですけれども、今回は商品企画部に1日体験入社させていただきます。それでは行ってきます。それでは本日1日体験入社させていただく商品企画部の山田さんに来ていただきました。はじめまして、私エクシング商品企画部の山田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。では今日は弊社のオフィスの中を見ていただいたりだとか、はい、あと実際に収録をしているスタジオを見ていただいたりだとか、はい、まずはしていきたいなと思ってます。はい、でその他にも私が実際にしている仕事を体験していただいたりだとか、私企画部ですので企画会議に参加してもらったりだとかっていうのをしていただきたいなと思ってますので、はい、ではまずはオフィスツアーから一緒に行きましょうか。はい、よろしくお願いします。こちらのお部屋って何のお部屋になるんですか？こちらがエクシングの制作部のお部屋になります。こちらの制作部ってどんなことされてるんですか？カラオケの音だとか映像を作って、もらっている部署になってます。でこちらが商品企画ですとか開発の部門のお部屋になってます。じゃあ早速この上にスタジオがありますので、はい、そこの見学に行ってみましょう。はい、お願いします。はい、では行きましょう。はい、ではこちらがスタジオになります。はい、ちょっとくださいね。制作部の金子さんと石関さん、はいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段こちらで どういったことされてるんですか？はい、我々はカラオケの会社ですので、カラオケの機械にですね搭載する曲のデータを作ってます。実はここのスタジオで、全ての曲を作ってますので、ちょっと今日はそこをご紹介したいと思ってるんですけど、ちょうど今ですね曲を1曲撮ってまして、はい、ガイドボーカルっていうねその歌を入れる作業なんですけど、誰かいい歌手がいないかなと思ってたんですよ。どうですか？じゃあどうでしょう、ちょっと挑戦してみます。よし、じゃあちょっと1曲挑戦してみましょう。ここではどういったお仕事されてるんですか？ここではですね、新しい機械を、繰り返し使って触ってみて、何か不具合が出ないかだとか、予想と反した動きをしないかだとかっていうところを検証していく部分になってます。じゃあ実際に新しい機械に触ってみます。じゃあまず採点をしてください。はい、で今回は分析採点 AI を使ってもらいます。でこの AI っていうのが普通のカラオケの分析採点だと、今までだと感情だとかっていうところがあんまり乗って、採点しなくて、そういうことがないように抑揚とかにもちゃんと反応するようになってます。はい、声起動されたので、はい、何か好きな曲を歌っていただいて、まずはちゃんと正常にこの AI プラスの採点がされているかっていうのを確認してみてください。はい、細かく調査をしていくっていう仕事もしてます。じゃあ今採点ですとかっていうのを体験をしていただいたんですけれども、はい、こういったカラオケのサービスってカラオケだけじゃなくて他の、ゲームだとか、カラオケの空間を活用した新サービスっていうのをどんどん生み出していこうっていうふうな私たちはしているので、この新しいサービスを生み出すっていうところで企画会議に次は参加をしていただこうかなと思うので、はい、ぜひ一緒にちょっと新しいサービス考えていきましょう。はいはい、頑張りましょう。頑張ります。カラオケボックスで新たに楽しめるサービスを考えよう。ターゲットを、大学生だとか、
若年層っていうところに絞りたいなと思います。社会人になるとやっぱ大学生だとか若年層の意見ってなかなか聞く機会がないので、はい、ぜひいろんな意見をもらえたらなと思います。はい、韓国文化は大学生とか20代前半ぐらいの人の中ですごいご飯も文化も音楽もずっと流行ってるのでみんな好きかなっていうところと、ちょっとプレゼン慣れてないので緊張してます。案が採用されるようにこれ取り入れられたら嬉しいですね頑張りましょう。頑張ります。じゃあお願いします。お願いします。で今回そのカラオケで大学生だったり若年層の20代前半の、人がどんなサービスがあったらカラオケを使いたいかなっていうところを考えた時に、その大学生であったり若年層で最近流行っていることっていうのをまず比較会議メンバーの4名で案を出させていただきました。 SNS で入るためにどんなことが必要なのかっていうことをまず考えていた時に、カラフルなドリンクであったり写真に撮りたくなるような食べ物であったり、あとはその大学生の間でキャンプであったりグランピングとか流行っているのでグランピングを上げさせていただいたり、あとは好きなアイドルと写真いや動画をバーチャル上でツーショットが撮れるっていうサービスもだけさせていただきました。という以上になります。やりましょうよ、うん、軽いな、やるよ。これはいいと思います。1日密着させていただいて、はい、いくつか質問させていただきたいことあったんですけれども、はい、カラオケに関する新しい企画とか取り組みられてると思うんですけれども、はい、他の授業とかって何かされてたりするんですか？はい、もちろんそこにもチャレンジしています、はい、こちらに関してはちょっと詳しい方を今日は呼んでいますので、はい、お呼びしたいなと思います、はい、お願いします。こんにちは。お願いします。イクシングの新規事業推進室、新規事業推進グループの水口優香と申します。新しい取り組みなんですが、はい、最近は世間的にカラオケボックスで歌うっていうのをなかなかご利用が難しくなってしまった時に、親会社がちょうど後ろにあるミシンを作っている会社ということもあって、カラオケボックスでミシンを使っていただくっていうレンタルのサービスも行ったことがあります。他はポコチャなどの配信アプリっていう中のライバーさんを支援する、ライバーの事務所っていうのを、ジョイサウンドライバーマネジメントっていう形の、事業を行って新しい取り組みをチャレンジしています。ありがとうございます。じゃあ会社に入社されたきっかけって何だったんですか？まず私が愛知県出身なので、名古屋で就職するっていうのもいいなっていうのをまずちょっと思っていて、ただちょっと私がやりたいことがどうしても音楽芸能系の仕事だったりなっていうところもあって、うちの会社は名古屋にも本社がある、で東京にも本社があって、全国にも会社があるんですけど、はい、名古屋でも勤務ができるっていうところをちょっとだいぶ利点に感じたなっていうのがきっかけでこの会社を受けました。そうだったの。じゃあ続いてなんですけども、はい、エクシムさんで働く上での推しポイント、はい、もしあったら教えてください。そうですね、はい、カラオケ好きな人であれば、検証だとか今回カラオケ歌ってもらったと思うんですけど歌うことができるよっていうところと、在宅勤務が推奨されているっていうところってまだまだ少ないのかなっていうところも思うので、そこがちょっと率先してやっていますよっていうところ、あとうち実はコアタイムあるんですけど、フレックスタイム制っていうのを導入してまして、はい、時間調整も自由にできるっていうところがかなり風通しだとか、自由度も効く会社になるかなと思うので、自分の私生活のことだとかっていうのを充実させるために、エクシングの募集とかも見ていただいて、来ていただけるといいかなと思います。本日一日体験入社させていただいて、社員さんの方もすごく和やかな雰囲気で、自由な働き方されている方も多くて、すごくいい会社さんだなっていうふうに思いました。すごく楽しかったです。ありがとうございます、はい、本日一日体験入社させていただいたエクシングさんの採用情報と LBS さんで過去に取り上げられている動画の2点概要欄に貼ってありますのでぜひチェックしてみてくださいということで、本日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。それではせーの、じゃあなー。